ケムラーの処刑を描いた絵ウィリアム・ケムラーは、初めて電気椅子で死刑になった人物。ケムラーは1889年3月29日に、内縁の妻ティリー・ジーグラーを長男で殺害し、1890年8月6日午前7時、ニューヨークのオーバーン刑務所で刑に処せられた。ケムラーの弁護団は、電気椅子は残酷で異常な刑罰だと抗議した。電力供給の標準として、 交流電流を押すジョージ・ウェスティング・ハウスは、その抗議を支持した。しかし、その抗議は認められなかった。その原因の一つは、トーマス・エジソンが、政府の立場を支持したからだった。デンキースの実務上の詳細を決めたのは、初代ステートエレクトリシアン、エドウィン・デイビスだった。1890年8月6日の処刑の朝、ケムラーは、朝5時に起こされて、 白いシャツにネクタイ、スーツを着せられた。朝食とお祈りの後、6時38分、頭髪をそられ、処刑室に入った。刑務所長が選んだ17人の立ち会い人もいた。ケムラーは椅子に固定されてから、こう言った。皆さんの幸運を祈ります。私は良い場所を得るだろうと確信しています。準備はできています立ち会い人たちは、 ケムラーは落ち着いていて、叫びもせず、泣きもせず、いかなる抵抗もしなかったと語っている。ケムラーは、電気椅子に座ったが、刑務所長、チャールズ・ダーストンによって立ち上がるよう命令された。二つ目の電気導線を通すためスーツに穴を開けるためだった。それが済んで、ケムラーは再び電気椅子に腰掛けた。立ち会い人たちの話では、椅子に縛られ、顔を覆われ。 頭に金属の高速具を取り付けられるとき、ケムラーは、のんびり、ちゃんとやってください。私は、急いでいませんから。それに対してダーストンは、さよなら、ウィリアムと答え、スイッチを入れるよう命令したということである。発電機は1000ボルト充電されていた。それで速やかな失神と心停止を与えるに、十分だろうと予想されたのである。 その電気椅子は事前にテストを済ませていて、前日には馬を感電死させるのに成功していた。ケムラーは17秒間、電流を流された。立ち会い人たちによれば、肉のこぎる匂いがし、吐き気を催した見物人が数人、部屋から逃げ出したそうである。電流が切られ、ケムラーの死が宣言された。しかし、立ち会い人はケムラーが、まだ呼吸していることに気がついた。 主治医のエドワード・チャールズ・スピツカ博士並びに、チャールズ・ F ・フ・マクドナルド博士は、ケムラーの生存を確かめるため、前に進み出た。ケムラーは生きていた。スピツカ博士はこう叫んだ。電流を戻して、早く、ぐずぐずしないで、再び電流が流され、ケムラーは2000ボルトの衝撃を受けた。皮膚科の血管が破裂し、出血し、ケムラーの体は燃え出した。結局、 処刑が完全に終わるまで8分を要した。ウェスティングハウスは後にこうコメントした。彼らは斧を使うべきだった。立ち会っていた記者の一人も恐ろしい光景だ。公主刑よりはるかに悪いと言った。ありがとうございます。